スターピープルチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。光の源チャネリングの白木由紀子です。今日は五次元意識について、光の源からのメッセージをお伝えしていきます。まずその苦しみを解きほぐしていってみてください。その苦しみの元ひもとを、紐解き、紐解き、紐解き。 小さくバラバララにししてていきますそして小さくなったそのかけらを一つ一つ見ていた時にそれがそんなに大きな苦しみではないということに気が付くはずですあなた方の苦しみというのは何かこう小さなかけらのようなものにたくさんたくさんこう周りに 不要な思いや常識やそのようなエネルギーが年を取るとともにどん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 こうくっついていき本来は小さな欠片であるものがすごくこう大きな塊のように見えてくるようになっていきますですからまずその大きくなっている塊を一個一個ほどいていきますどうして自分は それが苦しいんだろう悲しいんだろうあの人じゃなくて別の人が言った言葉だったら苦しくないだろうかどう思うだろうかあるいは自分の状況が違ったらどうだろうかそのように一つ一つこう条件を変えながら一個一個のものを一つ一つ外していきます。そのの悲ししみをを構成しているも一一つ一つ、 玉ねぎの皮を剥くように。めくっていきます。そしていくと。一番中に小さな小さなかけらがあると思います。それがあなた方の悲しみの元になっているものです。その悲しみの元になっているような小さなかけらは。そのもの自体はあまりこう大きな。えー。 そんなに深い悲しみをもたらすものではありません。言ってみれば、あの場面でもう少し自分のことを注目してほしかったとか、もう少しだけ自分に気を使ってほしかったとか、そのようなとても小さなものです。まずその一番小さな欠片にまで紐解いていったとき、あなた方が思っている大きな悲しみや苦しみというのは、あ これは幻だったということがわかるでしょう。自分が作ってきたものであったということがわかるでしょう。まずそれだけでもとても心が軽くなっていくはずです。悲しみの原因になっているものがたくさん他にもあれば、それらを一つ一つ紐解いていってください。そして全てを小さな欠片に戻していってください。そうすると、たくさんあるように思っていたその問題、その中にある欠片が 同じようなかけらが見つかるかもしれませんそうした時に問題の種というのはそのかけらの数であるわけですのであなた方が抱えている本当の問題の元になっているものというのはあまり多くないということがわかるでしょうまずそのように大きな悲しみ苦しみ困難というものをひも解き小さにかけらにするところから 始めてみてみくださいそれだけでもかなりあなた方の目の前にあるハードルや壁というものは小さくなってくるでしょう。